こんにちは、関口慎吾です。今回から徐々にね、レッスンをやっていこうと思います。で、今回初回ということで、一番最初に一番僕が大切だなと思ってる、トピックについて、話したいなと思います。それはまあピッキングなんですけれども、ピッキングというのはあれですね、ピックで弾くこと、ピッキングって言います。で、指で弾くときはフィンガーピッキングって言いますけど、今日は特にこのピックを使った、ピッキングについてちょっとお話ししたいなと思います。で、まず使ってるピックなんですけど、基本的にお好みのもので何でもいいかなと思っていますが、もしどういうのを使えばいいかわからないなという方は、僕がよく使ってるのはこの、フェンダーのヘビーという、厚さ。これ僕2つ使ってて、こっちはミディアムっていう厚さなんですけど、もちろんヘビーの方がちょっと分厚くて硬いんですよね。で、基本は僕はもうヘビーしかほとんど使わないぐらいなんですけど、たまにこのミディアムってちょっと薄いやつを使います。多分音もちょっと伝わるか怪しいんですけど、少し軽い、こっちの方が芯がちょっと強く残ってるというか、ちょっとね、音に違いがあって、でも僕はこのミディアムの方、薄い方はカッティングとか、あと特にアコギ弾くときにこっちをよく使ってまして、ヘビーはもうエレキ弾くときは基本ほとんどヘビーでやってるんですけれども、あとご存知かもしれないですけど、これティアドロップ型っていう、すごいオーソドックスな形してまして、おにぎり型っていうね、その本当おにぎりみたいな形してるちょっと大きめの、ピックとかもあって、それはね、持ちやすいんですね、大きいから。ちょっと今ないんですけど、あればよかった。そう、ないんですけど、もうちょっとね、これちっちゃいじゃないですか。もう少し大きいから、初心者の方はもしかしたらおにぎり型の方が持ちやすいかもしれないです。で、特にアコースティックのストロークするときは、慣れてないとピックすごい落ちちゃうんですよね、ポロッと。なので、おにぎり型の方が落とさずに安定して弾けるかなと思うので、ちょっと楽器屋さんとか、これもネットでね、いっぱいありますから、1個ね、100円しないものとかがほとんどなので、ちょっといろいろ試してみて、自分が、好きなやつをね、見つけてもらえるといいかなと思います。僕はこのフェンダー、ずっと使ってますけど、で、そう、なぜピッキングがね、一番大事かと、僕が思ってるんですけれども、せっかくこっちの左手をね、頑張っていろんなコードを覚えるじゃないですか。いろんなフレーズ覚えてたとしても、こっちが要は音色を決めるんですね。こっちでどう弾くかで、そのどういう音が出るかっていうのが決まるから、左手のこうテクニックってすごい、なんつうか、僕今のどうやったのみたいなのって結構ギターやってる人はね、僕もそうですけどよく思うんですけど、それも大事だけど、まず一番大事なのはどういう音を出すかっていう、こっちのね、ピッキング、右手というか、もちろん左利きの人はこっち逆になりますけど、そこをちょっと今日フォーカスして、お話ししたいなと思います。で、まだね、ギター慣れてない人、まずピックどうやって持つのっていう方もいると思うんですけれども、これも自由なんですけど、僕はとりあえずこう思ってる。こんな見えるかな、白いからちょっと反射しちゃってますけど、こんな感じですね。だいたい言われてるのは、このピックの半分ぐらいのところまでこう親指が来るような感じ。
です。であんま強く持ちすぎない、ギューってこう持って、要はこう弦弾いた時にこのピックがもう全く動かないぐらい強く持ってると、ちょっとねやっぱり音が強すぎちゃうので、少しこの弦が当たった時に、これも見えるかな、ちょっとね、まあ今ちょっと大げさにやってますけど、少しこのピックが動く、しなるぐらい、弱く弾いた時は特にそうです、ね、すごいしなる、しなるっていうか、まあ、それぐらいの、強さで持ってあげるのが、まあ、基本、強く握るとこもあるんですけど、基本的な握る強さはそれぐらいがいいかなと思ってます。でまあ慣れないと、さっきの話ですけど、落ちちゃうんですよねピックが。特にこうストロークしてる時って慣れないうちはこう引っかかっちゃってパーンって飛んでったりとか。僕も今でもあのライブやってて落とすこと結構あります。ね、で最近はもうマイクスタンドにピックホルダーって言って、なんていうんですか、こうピックを何枚もあるかな、今あないかな、ごめんなさいマイクスタンドにこうホルダーをね、ゴムでできてるホルダーがあるんですけど、それにこうピックをいっぱいこうつけて、まあ、よくライブの映像とかで見ると思うんですけど、ここにピックがいっぱいついてるんですよ。そこからポッピッて取ってすぐにまた使えばいいんですけど、昔そういうの持ってなかったからこう落とすとあれどこ行っちゃったっけって、ほんと拾わなきゃいけなくて、それまでこう指引きでなんか対処したりしてやってましたけど、まあほんとね落としちゃうと思うんですけど、まあでもね、あんまギュッと握りすぎないように注意して、まず練習してもらえたらいいかなと思います。で最初ね、ストローク練習するときに、そのさっき言ったみたいに結構特定の弦に引っかかっちゃうことが多くて、イメージ的には僕は一番近いなと思うのは、なんて言うんだろう、グラウンドとかの砂をこう鳴らしたりしますよね。やったことありますか？僕陸上部だったんでよくやってたんですけど、あれにちょっと近いかな。そのデコボコした面をこう鳴らす、要するにこれがデコボコしてないんですけど、でもこの弦の太さって違うから多少デコボコしてるんですよ。これをまあ平らに鳴らすようなイメージが近いかなって思ってます。だから強くこう力入れちゃうと、なんか石とかにガンと引っかかっちゃうような感じで、あんま強くこう弾くと最初の弦に引っかかって全部綺麗に均等に弾けなくなっちゃうと思うので、まあ大げさにやるとこういう感じになるんですけど、でもあんまりこれイメージしすぎるとちょっとね変なピッキングになっちゃうんで、基本はもう上下にこう平行に動かすだけです。たださっき言ったみたいにピックを柔らかく持っとけば、ピックがしなって全部の弦にこう均等に当たるようになると思うので、慣れてきたらなんかあんまこういう動きはね意識しないで、まあ、あとは手の感覚に任せてできるようになると思うんですけれども、はい。でまあ今のがコードのストロークの弾き方のイメージで、もう一つそのリードというかメロディーを弾くときに、基本はなんですけど、その弦にこうどういう風に当てるか、なんかよく90度とかって、まあ要は直角に、わかるかな、まああんまこういうことにならないで
垂直に当てるのがまあ一番スタンダードとは言われてます。でこっからは、まあ、僕はこうしてるって話になっちゃうんですけど、よくねすごい詳しい人はコメントで地球さんは逆アングルピッキングってやられてるんですかっていうふうに質問されるんですけど、逆アングルピッキングって何かっていうと、そのこういう普通の角度、垂直の角度じゃなくてこう、まあ、逆の向きからというか、今音がちょっと変わったの分かりますかね。これ普通にピッキングするとこうなんですけど、逆アングルにするとちょっとそのブライトさというか、普通にピッキングするとまあちょっと明るめの音になると思うんですけど、この逆アングルっていうちょっとこう持ち上げるようなピッキング、しかもピックの角度が少しこのこう斜めに弦を当てるような感じになるんですね。そうすると音色が少し音が太くなってこもったような、これ普通、これが逆アングル、伝わるかな、うん。で、なんでこういうピッキングを自分がやってるかっていうと、ジャズを始めた時に音色的にこれ今普通に弾いてますけど、これよりもこっちの音色の方がジャズにすごいフィットするかなと思って、このピッキングをし始めてから割とそのこの逆アングルピッキングと普通のピッキング両方混ぜて僕は使うようになりました。これ今普通、これ逆アングルですね。まあ、なのでそのまあシチュエーションによってというか、出したい音によって普通のピッキングにするか、こう逆アングルでちょっと太めの音色でリードを取るかっていうようなことをやってます。はい、もちろん慣れてない方はいきなりその逆アングルって言われても多分ね手を痛めちゃうと思うんですよ。結構こういう角度になるので全然おすすめしないんですけど、ただチョイスとしてゆくゆくそのもっといろんな音色を出したいとか、ジャンルによって曲によって出す音色をちょっと変えたいなって時の一つのチョイスとして僕はすごい好きなんですよね。こういうなんかこういうトーン、普通にピッキングするとこういう感じでも逆アングルだとなんていうんですかね、まあ説明ちょっとできないんですけど、ちょっとこうまろやかなじゃないけどそういうトーンが出せるので、もし興味がある方がいたらちょっとねトライしてみるといいかなと思います。たださっきも言いましたけど、ちょっとね手首痛めやすいので無理してますからね、だいぶこうやってね、だからあんまり急にやらない方がいいです。ちょっとずつ試してみてください。はい、まあ、もっとねいろいろピッキングについて、話したいことたくさんあるんですけど、まあおいおいやっていこうかなと。例えばそのこれギターって面白いのは弾く場所で全然音違うんですよね。やっぱ真ん中に寄るほど丸い音、こっちに行けば行くほど硬い音になるんです。これも自分が今弾いてるフレーズに合わせて丸く弾きたければ真ん中寄りに、もっと硬い音で弾きたければっていうような使い分けをねできるようになるとすごく表現の幅が広がってくるかなと思います。はい、こう喋ってるとあっという間にね時間経っちゃって、もう15分とか経ってるので今日はこの辺にしとこうかなと思います。
まあ、よかったら感想とか、YouTube のコメント欄でも、インスタでも、Twitter でも何でもいいので、お寄せいただけたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。